これから披露宴ですね。ちょっとこっちゃんたちも大丈夫？これからだよ、本番は。披露宴編見てくださいね。スタート。バカおもチャンネル。では会場内でお待ちしておりますので、一日よろしくお願いいたします。それではただいまより新郎智博さん、新婦桃子さん、お二人のウェディングパーティーを始めてまいります。皆様、本日は私たちの結婚式にご出席いただき誠にありがとうございます。もうすでにちょっと泣いちゃったんですけど、これからもちょっと泣くようなことがたくさんあるので、またゴロゴロ泣いちゃいそうな気がしますが、自分たち写真撮ったりできないんで、ストーリーとかでタグ付けしてあげていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんも一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。今日はありがとうございます。ご挨拶の前に本当ご式がすごい良くて感動しました。皆さんもね、出席された方と感動したと思うので、今一度ちょっとお二人に拍手を送りたいと思います。2011年から2020年約10年ぐらいストーリーという雑誌の編集長やっておりました。2011年の春ぐらいに僕編集長になって、これからどういうふうにしていこうかなっていう中で、読者さんとのつながりを非常に大切に考えていて、ライターさんも本当に、新郎新婦のお二人から少しですね、ご紹介をしていただこうかなと思いますので、みんな美容系のとっても華やかなテーブルになっております。こちらもインフルエンサーからちょっとファッションとかのお世話になって編集をかけた方になります。選べの方とインフルエンサーの手良しの方々になります。せーの、おめでとう。人気のファッションブランドの方々でまとめております。同じなのとメンバーさんと抽選で当たった2人が並んでいます。美容系インフルエンサーテカラカクリニックのスタッフさんになってます。オープン社の方がプラスヘアメイクの料理、私のお顔や体をいじった方々ばかりです。一言誰だかいただきますか？大丈夫ですか？リカちゃん、私の目の前にいらっしゃいますね。はい、なんてこった。ちょっと絶賛花粉症で喉がガラガラしてますけれども、ご結婚おめでとうございます。私こんな素敵な結婚式初めてで感動しました。今日は思いっきり楽しんで遊んでいきます。こちらもチャンピオン、チャンピオンですね。はい、そうですね。2人は一番最初来た時に結婚式を挙げるから体を美しくしたいっていう風にして、どれくらいですか？半年ですね。ももさんはどれくらい痩せましたか？全部で7キロぐらい。そう、それぐらい締まりました。本当にね、2人ともものすごい頑張ってて、2人とも本当に綺麗だったよ。ありがとうございます。ここはダイちゃんです。やはり目の前にますね。縁起がいい三上大臣です。こんにちは。ももちゃんは私たちのこの仲間うちで誰よりも明るくて誰よりも破天荒で、みんなにももこやりすぎじゃないって毎回言われながらも、ももこの道をこう進みながら、いつも私たちを明るく照らしてくれてる存在だなと強く思っています。みんな今日本当に楽しみにしていて、今まで会ったももちゃんとともくんで一番綺麗な一日だなというふうに思います。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。現場での動きが素晴らしくてですね、お洋服までアイロンがけしてくださったり、でそんな中で2人がなんと付き合いを始められた。なんでこの2人こんなに素敵な関係なんだろうと思って、お互いにすごくリスペクトがあるんだと思うんですよね。それがあるからこんなに素敵な関係。18歳年の差でしたっけ？19歳。普段そういったことを全くこの2人から感じたことがありませんけど、そのリスペクトの根底に何があるのかというのを2人にちょっとインタビューさせていただいてよろしいでしょうか？はい、皆さんの前で、もも
こがそんなに一番好きで愛していらっしゃるんでしょうか。ぜひこの場でおっしゃってください。はい、ですね、即答してください。まず優しいっていうところがあって、すごく情に厚くてガンガン挑戦したりとか、新しいところに飛び込むみたいなところがすごく尊敬しますし、トータルしてすごく大好きだなと。そうですね、まずはね、私のことを大好きって言ってくれる。ライフが入りましたらば、こちらの桃をイメージしましたウェディングケーキ、さあそれではご注目いただきましょう。ウェディングケーキのご入刀です。おめでとうございます。はい、続きましてはファーストバイトを行ってまいります。では初めに新郎の友廣さんから新婦の桃子さんに準備をしていただいてます。ちょうどいい大きさですね。さあそれではせーの、どうぞ。おめでとうございます。それでは桃子さんから振動へと参りましょう。こちらの布団でお願いしましょう。では桃子さん、来ている準備をお願いします。さあそれでは機器に入ります。ではいいですか、行きましょう。せーの、どうぞ。ありがとうございます。続きましては小次郎君と小太郎君もですね、大好物のさつまいもをですね、これより食べさせていただきたいと思います。今日は結婚式からいろいろとお手伝いをしてくださいました。では、はい、お願いします。小次郎君としてそれではお願いします。どうぞ。これよりエスコートをしていただきますが、その前にですね、青木様にですね、お話伺いたいと思います。入籍日や結婚式の日程も決めていただいたんですよね。もう十分伝わってまいりました。どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では皆さんどうぞ拍手でお送りください。
させていただきました。YouTube 用にサポートいただいてます。あ、ももこ、ともさん、おめでとうございます。これからもずっと、ももこの幸せを祈って、占いするからね。今、スタッフにお伝えしたので、お待ちください。本当に仕上がってる。本当？はい。ゆき先生も興奮されてますね、お顔の仕上がりに。あ、そう、めっちゃ綺麗でさ。食べ過ぎちゃった。緊張すぎて落ちちゃうかもしれない。大丈夫？何てやめてんの？途中でやろうとか。それはない。もうそしたら僕2日連続です。そうだよね。昨日もほら、帰ったとしたら終わってから。終わったらもうほっとしてたって最後まで頑張ってね。これもさ、すごいな。まだかな、全然違う。そう、くびれてるもん。全然違う。うん、全然違う。全然違う。お待たせいたしました。おー、もう緊張はしてないですか？してるんかい。ちょっと気持ちんだもんだけど。最後食べないで。顔全然できない。やっぱり緊張しなかった。いや、いいや、楽しいやろ。よろしくお願いします。それでは皆さんの会場候補入場口ご注文をしてください。こちらのちょっと樽酒、どのような樽酒なんでしょうか？金沢で酒蔵をやっております、福光屋という、もうすぐ400年になります。今日は加賀飛びっていうお酒で皆さんと乾杯したいと思うんですけども、加賀開きはですね、昔戦場でこれから戦に行くときに酒の樽を割ってみんなで振る舞って気持ちを一つにするっていう、そういう儀式だったんですね。2人もある意味これから戦場に行くわけなんで。なのでみんなでこのお酒を飲んで気持ちを一つに、2人の幸せを記念してみんなで一つになりたいというふうに思います。さあ、そしてですね、ここでぜひ皆様ぜひご一緒にですね、掛け声をお願いしたいと思います。それでは参りましょう。よいしょよいしょよいしょ。聞いてください。聞いてる。ママさん、こっち向いて。ああ、両手贅沢。はい、贅沢。いかがですか？私は雑誌の撮影から2人に出会って、そこから4年ぐらいかな経って、いろんな美容法だったりとか美容のツールだったりとか美容部さんたちとかたくさん紹介してくださり本当にありがとうございます。お仕事で悩んだ時とかたくさんの相談乗ってくださったり本当にありがとうございました。ラブラブな2人がついに結婚ということで、そのお祝いとして歌をプレゼントするので聴いてほしいなと思います。今日は頑張るのでぜひよろしくお願いします。そして本当に本当におめでとうございます。And there's a better country.
ピアノの時はマイクこっちにしたいですよね。そのマイクで今度歌っていただいてもいいですか。はい。で、音が。はい、それでは演奏行ってきます。続きまして、ファイブのお祝いのためにサプライズでスペシャルゲストがお越しいただいております。では皆様どうぞご注目をしていただきましょう。お願いします。
ぜひよろしければ始業式のお写真、はい、いいですか。ありがとうございます。感動した。僕は泣いてたの。どうぞ皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様、本当にありがとうございました。眠くなっちゃった？何時起きだったの今日？朝。朝。おー、いい時間。あー、でもそんなに時間がないんだけど。それではここからは新郎新婦お二人からの感謝の時間、これより始めてまいります。まずは新郎の智弘さんが感謝のお手紙をご用意をしていただきました。それではこれよりそのお手紙をご披露をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お母さんへ手紙を書くのはいつぶりでしょうか。小さい頃に書いたことがあるような、それぐらい普段に感謝の言葉を伝えることをしてこなかったので、少し照れくさいけどこの場をお借りして伝えさせてください。これまで大切に育てて支えてくれてありがとう。小学生の頃、毎日授業が終わり学校の前で車で迎えに来てくれて、1時間以上かけてバドミントンのクラブに通って大変な日々を過ごしましたよね。大人になってから僕が脱毛症になって興味がなかった業界に就職して心配をかけたこともたくさんありました。本当に大変大変な時期がたくさんあったと思うけど、反対もせず見守って全力でサポートしてくれて本当に感謝しています。そして今ではこんなに素敵な方々に出会えることができました。本当にありがとう。そしてこの場にはいませんが、天国にいるお父さんにも感謝を伝えさせてください。いつも口うるさく言ってきて、おせっかいばかり言ってきて、嫌な時期もあって、なかなか素直に言えなかったり、今思えば後悔することばかりでした。直接ありがとうと伝えられず残念だけど、多分空から見てくれていると思います。お父さん、心配をかけることも多かったけど、これから桃子さんと二人で幸せに歩んでいきます。お父さん、お母さん、僕をこの世に産んでくれてありがとう。育ててくれてありがとう。これからはお父さん、お母さんのような素敵な夫婦を目指して、桃子さんと二人で
頑張っていきます。これからもよろしくお願いいたします。以上です。では続きましては桃子さんからのお手紙でございます。それではお願いいたします。パパママ、手紙を書くなんて本当に子供の頃以来でいつ頃か最後に書いたのはもう覚えていません。パパに花嫁から両親への手紙っていうのは絶対にやめてほしいと言われていたのに、49の今になってまさかこの機会が訪れるとは、まあ、私もですがパパもママも思ってもいなかったと思います。パパは昔から私が悪いことしても頭ごなしに送らず、若いからいろんなことがあるよ、いつも私を理解してくれましたよね。小さなことでもよくぶつかりましたが、本当に大切な場面ではいつもパパの考えさに助けられてきました。そして私の性格は明るく元気でママにそっくりです。ママは心配性で、ちっちゃい頃から奔放な私にはたくさん怒らせて困らせてしまいましたよね。でも人一番優しくて世界で情に熱いママの優しさはちゃんと感じていました。そんな二人に愛情たっぷりに育てられたから今の私があるんだと思っています。大切に育ててくれて本当にありがとうございます。二人に心配かけた分、これからは友博さんと一緒に二人を見習って毎日楽しく明るく笑顔の絶えない家庭を築いていきます。親孝行もたくさんするのでこれからもよろしくお願いします。こうして今日を迎えることができたのもご霊席くださった皆さんのおかげです。未熟な私たち夫婦でありますが、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。お願いします。お母様への感謝の気持ちをお手紙として伝えていただきました。この感謝の気持ちは素敵な感謝の花束に託します。それでは新郎氏と2人からの花束をお渡しいただきましょう。どうぞお渡しください。それではここでご挨拶を頂戴いたします。黒毛、そして新郎新婦を代表して新郎の友博さんよりご挨拶をいただきます。皆様、本日はお足元の悪い中、私たち2人のためにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。このように盛大な披露宴を行いましたのに、ひとえに皆様のおかげと心より感謝申し上げます。またこの日のためにサポートしてくださった関係者の皆様にもこの場をお借りしてお礼申し上げます。皆様より温かい激励のお言葉やお祝いのお言葉をいただき大変嬉しく思うと同時に、改めて身の引き締まる思いでございます。これからさまざまな壁にぶつかることもあるかと思いますが、二人で話し合い、支え合い、励まし合いながら笑顔も絶えない夫婦であり続けたいと思っています。皆様とは今後とも末永くお付き合いできればと思っております。簡単ではございますが、本日は私たちの門出を祝福していただきまして誠にありがとうございました。皆様お立ち上げになっていただいて、
すごいよね。本当にすごい。すごい。出てきました。ちゃんと読めてたからな。めっちゃいい感じでしたよ。ね、うん、素敵でした。頑張った。自分でも思った。いい感じに読めてる。綺麗だったよ。おめでとうございます。来たよ。おめでとうございます。感動しました。これからもよろしくお願いします。バカ、おもチャンネル。終わりでーす。疲れた、足が痛いよ。早く靴が脱ぎたい、とにかく。とにかく。とにかく早く靴が脱ぎたい。でもみんなすごい良かったって言ってくれて良かった。めちゃめちゃ良かったですよ。超素敵だったよ。なんか和気あいあいとしてた感じが。良かったね。あんまりその、だだっ広い感じじゃないので、またね、脱げるのがいいし。こっから脱ぎたいぐらいだもん。もうちょっと待ちじゃあ靴をとりあえず脱ぎましょうか。お疲れ様でした。靴が幸せ、これだもん。いや、俺もうちょっと疲れるよね。だって足は真っ赤でした今。やっぱそうでしょ。そう、疲れた。根性で乗り切ったけど。さすがです。もうこの場でじゃあお忙しくでした。2時間のお忙しく。はい、わかりました。はい、バカおもチャンネル楽ちんになりました。体も足も解放された。ちょっとラスト短い、ラスト短い。もうちょっと頑張りましょう。可愛いこれ。本当いい感じ。大変お待たせいたしました。新郎新婦の入場です。ご参加いただき誠にありがとうございます。特に何かというよりかは、皆さんで楽しくお話をしたりとか交流を深めていただきたいと思います。楽しんでください。よろしくお願いします。二次会の乾杯の挨拶をという話を先ほどもほんと3分ぐらい前に伺いまして、こんな業界の方たちがたくさんいる中、なぜ私がという感じなんですけれども、お二人本当に今日はおめでとうございます。皆様どうぞご唱和ください。乾杯。それではケーキ入刀。最も一生懸命動いてくれたカメラマンのスト・テイツさんに、はいはい、マジ頑張ってね。がっつりいっちゃって。はい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 。誰も見てない。見てる見てる。もうちょい大きくした。もうちょい大きくした。かわいかったし、かっこよかったし、写真楽しみにしててください。おめでとう。はいはい、スタート。はい、トップ2です。1位すごいですよ、これ。何かですよ、何か。ありがとうございます、おめでとう。アイストップ62。かわいい。はい、最初はグー、じゃんけんポン。皆様、本日は私たちのために貴重なお時間を割いて集まってくださって本当にありがとうございました。これからも夫婦ともどもよろしくお願いします。ありがとうございました。
大丈夫泣いてそのハンカチどこ行ったか分からない。これは3人からです。嬉しい、ありがとう。なんでちょっと最後に全員入ってるので。嬉しい、よかった。さすがチームせっかち。せっかち、せっかち。もうモモラモモラモモラなんで。本当ありがとう。バカおもチャンネル。はい。ということでどうでした、今日一日長かったね。終わりました。終わりました。すごい朝早くからイヤメイクから始まって、うん、今二次会まで終わって今何時9時50分10時だよ。12時間突っ走ったね。すごい、やばいね。これは疲れたね。でも結婚式やってたしすっごい良かった、うん、やっぱり手紙もあった方が良かったし、実は手紙もね、私はいらないって言った。そう、読まないでくれってパパとママに言われてるから渡すだけにしようもそうだし、最後のエンドロールももともとは入れてなかったけど急遽お願いして入れたし、まあ、全部大成功。よかった。そして手紙もちゃんと読めたよね。めっちゃちゃんと読めたと思いますよ、うん、めっちゃ上手だ。いい感じだった、うん、みんなあれで感動して泣いてくれたっていうのですごい満足、うん、私も泣かされちゃったもんよかった。その後やだと思って、涙腺一回にさ緩むとダメじゃん。まあまあまあ、確かにね。でも私も泣いちゃうよと思って泣いちゃった。やっぱりすっごいいろんな人にこうやって集まって祝ってもらえるっていうことがすっごいこんなに嬉しいんだなっていう思ったね、うん、本当になんか迷ってる人は絶対やった方がいいと思う、うん、こんなに人生で人に祝福されることって多分ないないない、うん、ね。すごいなんかすごい経験をさせてもらったなっていう、すごい胸がいっぱい、うん、胸がいっぱいですね。長い一日が終わりました。私たちを末永くお幸せにと思った方はチャンネル登録高評価押してね。待ってね。ハイテンションになっちゃってるな。ネジがぶっ壊れてます。